今泉ゆいです。この度は渡辺真琴が逮捕されてしまい、本当に申し訳ございませんでした。はい、婚約者である渡辺真琴はですね、児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されたんですね。はい、少女にですね、わいせつな画像を送らせた疑いで逮捕されたということなんですね。はい、私たち結婚を発表した後にですね、コレコレさんっていう YouTuber が暴露してですね、まあそれでまあちょっといろいろ心配の声が多数あったんですね。はい。まあそれでまあいろいろ考えたんですね。はい、結婚した方がいいのかしない方がいいのか、まあそんな風に思っていてですね、今も分かんないんですね。はい、どうすればいいのか。それでですね、実は私たち今泉ゆいとですね、渡辺真琴は結婚していないんですね。はい、婚姻届を出していないっていうことなんですね。はい、まあそういうことなんですけれど、籍を入れてなくて、ちょっと入れるかどうかも今考えてないんですね。はい、どうすればいいかなってちょっと思っていてですね、迷っています。はい、まあ出産もそうですね、ちょっといつぐらいになるのかわからなくて、はい、まあそういうことなんですけれどね。はい、まあ本当にうちの婚約者、もう夫になるのかもしれない渡辺真琴がああいう事件を起こしてしまい、本当に申し訳ございませんでした。では失礼します。